はいどうも、なおちんです。さあ今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はね、撮影部屋じゃなくって自宅の方にいます。前はね、ここで動画を撮ったりとかしてたんだけども、去年のね、春頃から撮影部屋を借りて、そっちで基本的に撮影をするようになったのよ。で、今日は自宅から。で、自宅から撮ろうと思ったら、キャプチャーボードの電源を取るコードを忘れてきちゃったのよ。なので、撮りに行くのも結構遠いのよね。なので、ここでこう引いて見せます。すごい、すごいアナログなんだけども、これでね、今日は行きたいと思います。で、今日回すのが、超にゃんぼガチャ。超にゃんぼガチャかな。それと、120円課金して回すやつ。この2つをやりたいと思います。まあ、にゃんぼの方からは、一番最初にノアが出てるので、今日は何が出るでしょうか。で、120円課金した方からは、今回のイベントのすごく役に立つやつね。あれが出るみたいなんで、頑張っていきましょう。はい。ではまず、にゃんぼからいきます。見えるかな？見えないよね。にゃんぼからいきたいと思います。いくよ。まあ、音はわかると思うんで。こうやっていく？あ、これでいこうか。これでいこうか。だったらまあ、大体のシルエットが見えるから、わかるよね。いきます。これは Z？ ダブル Z？ え？何これ？赤い、赤い、赤いぞ。ちょっと見てみるね。何でしょうか。はい。懐かしいね。ピンクエンペラーです。ピンクエンペラーが出ました。まあピンクエンペラー強いかわかんないんだけども、 SS だからそうでもないか。ということでもう一回いきます。120円課金ガチャいきましょう。さあこれは何が出るかな。まあさっきと同じくシルエットで見せていきます。さあ何が出るか。でもまあ、SS がね、96% ぐらいなのよ。なので、ほぼ SS なんだけども、SSS 出てくれ。前回、幻灯が出たからね、SSS の。来い！ SSS か Z！ 来い！ありえないデミス！ありえないデミス！何このシルエット？わかんない。みんなわかる？このシルエット。俺わかんない。見てみるよ。せーの、はい。SS の、牛馬。あ、でも、確証だから、これは将棋イベントで強いやつ、じゃないっすかね。あー、まあまあ、ちょっと能力見てみようかな。おっと？ピンクエンペラーは攻撃力アップだ。でも、効果64なんでちょっと微妙かな。これはマタロウの方がいいけど、まあプリチーなんでよしとしましょう。で、そしてギューマは将棋イベントで使えるやつではないけども、ポカポカ族なので、ポカポカのみでクリアしろっていうミッションがあったよね。あれに結構役に立つかもしれない。はい。まあまあまあ、今日はこの2体が出ました。はい。ではまたね、あと2週間ぐらいかな。この将棋イベントがあるのが、それも頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。